皆様こんにちは、和楽器ユニット和ノーンと申します。古来から演奏されてきた和楽器、この国が生んだ楽器の美しい音色を絶やすことなく、いつまでも響かせていたい、そんな思いで結成されました、尺八、シノブエ、琴、太鼓、津軽三味線の音のハーモニーをお楽しみください。どうもお疲れ様でした。どうもすいませんでした、せっかく来ていただいたのに。こんにちは、長野インターネット局と申します。はい、こんにちは。こんにちは。今長野県は長野市の芸術館に来ておりますけども、はい、今オープンハウスに、はい、来て出演された方に来ていただいております。はい、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、邦楽バンド和ノーンの、ベースごとを担当しております中澤キリカと申します。よろしくお願いします。まあ、基本的に和楽器ということなんですけども、それのところちょっとお話いただけますでしょうか。はい、そうですね、私たちのバンドは、邦楽の楽器でバンドを組んでるんですけれども、はい、尺八、しのぶえ、お琴、それから太鼓、あと津軽三味線ですね。はいはい、今日はちょっと津軽三味線の方お休みだったんですけども、で、ね、はい、で私はベースごとというのを担当してるんですが、それはどういうのなんですか。それはですね、そのバンマスの長谷川さんが作り出した独自の楽器でして、はいはいはい、ちょっと短めのお琴にベースの弦を張ってるっていう、そう、手作り楽器なんですね。独自のやつですね。独自のやつなんです。はい、なので私ベースごとの第一人者、なるほど他にやってる人がいないんでまあこれから流行るかもしれないですね。そうですね。まあ、和楽器というと本当に珍しいんですけども、はい、どういうあれでできたんでしょうか。もう何年ぐらい経つんですか。もう 3,4 年ぐらい経つんですけれども、はい、私がその長谷川さんにギターとかハープとか今2個も習ってるんですけれども、はいはいはい、その関係 で私の妹がことをやの先生をやってまして、なのでちょっと一緒にやりたいということになりまして、はい、でその邦楽バンドを、ね、結成したんです。はい、あ、横にいらっしゃった方が。そうです、横に弾いてたのが私の妹なんですけど。妹さんということ、はい、あ、じゃあご兄弟で、はい、そしてその長谷川先生っていうのは、はい、なんか二校かなんかをやってるとか。そうですね、二校の先生もやったり、そしてその新しいギターも教えたり、はい、あとまあ語学も教えていらっしゃったり、でその先生のスタジオで練習したり、はい、でそこでもオープンマイクっていっていろいろライブもやったりするので、そこでも何回か演奏させていただいたり、あとセントラルスクエアとか、はいはいはい、いろいろなところで長野だけじゃなくて千曲市でも千曲万博っていう、はい、ね、戸倉の創造館でやったイベントでも2回ぐらい演奏させていただいてます。今日はなんかすごく尺八の音がすごくこう耳に残ってるんですけども。そうですね、今日はオリジナル曲とあと銀河鉄道39、はい、それと花水木の3曲を演奏させていただきました。和風に似合う感じですよね。はい、そうですね、またそのアレンジも楽しくて、はいはい、でもいろいろやっぱりいろんな音の重なりがとても楽しくて、中澤さん自体は何か他には楽器とかやる。元々私はもともとお琴は若い頃にちょっとやってたんですけども、 あ、はいはい、あと、フォークソング班だったので、はい、まあ、ギターやったり、うん、で今はハープを習ったり2個を習ったりしております。すごいですね。おります。はい、和楽器の時代が来るかもしれないんですけども。そうですね、またでもだんだんねやる人も少なくなってきてるんだけれども、やっぱりそのポップスとかね、そういう音楽に乗せてそれを使うっていうことで、いろいろまたファンが増えてね、うん、やる人も増えていくといいなと思いながら奏でております。中澤さん自体も何かそのパフォーマンスをしてるっていうのをお聞きしたんですけど。はい、それは何でしょうか。ズバリズバリズバリお笑いをやってまして、ナースコールあるっていう、はいはいはい、看護師ナースのですね、はい、コスプレなどをしながらいろいろコントをやったりしてます。なるほどなるほど、はい、いろんなこう顔を持ってるんですね。そうですね、はい、なんか相方も一緒にこう2人で組んでるっていうのをお聞きしたんですけども。そうですね、現役ナースのナースのさっちんと一緒に、はい、ナースコールあるっていうお笑いをやってます。でこれも、いろんな健康福祉施設ですとか、はい、いろんなところで出演以来募集中でございますので。なるほど、はい、また
どこかで見ていただけたら嬉しいです。今後どんな風にこう夢を持ってるんでしょうか。夢はですね、そうですね、制服を着て世界制服なんせって。なるほどなるほど、はい。今日はお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。